大相撲は日本相撲協会が主催する相撲工業。4分を超える取り組み。また、がっぷりと4つに組んだ力士同士の力がきっ抗し、組み合った状態で3分を超える取り組み。組み合ったまま4分を超えると水入りになる場合がある。公益財団法人日本相撲協会が主催する大相撲は世界中で行われる相撲工業の中で最も有名かつ、 権威のある競技工業である。東京での開催場所は国技館である。土俵に立つ者及び出場できる者は男性に限られる。相撲へ相撲競技場全体図大相撲の力士を応援する上り天正6年、織田信長が安土城にて相撲を観戦。両国国技館の織田信長公相撲観覧の図、現在の日本相撲協会の前身として人的、 組織的につながる相撲工業組織は、江戸時代の江戸及び大阪における相撲の組織である。大阪の相撲組織に関しては、大阪相撲の項目を参照のこと。ここでは、江戸時代以来の江戸相撲の歴史について記述する。大将の刀を博士支部士と同じ待遇であった、力士工業としての相撲が、組織化されたのは、江戸時代の初め頃とされる。これは、 自社が、混流や、移築のための資金を集める工業として行うもので、あり、これを、肝心相撲といった。1624年、四谷寺を町長前寺において、赤石志賀之助が言ったのが最初である。しかし、勝敗をめぐり喧嘩が絶えず、浪人集団との結びつきが強いという理由から、1648年から、幕府によって、たびたび禁止令が出されていた。ところが、 1657年の明暦の退化により、多数の自社再建が急務となり、またあぶれた住まい人が制御が立たず、争い事が収まらなかったため、1684年、自社奉行の管轄下において、職業としての相撲団体の結成と、年寄りによる管理体制の確立を条件として肝心相撲の工業が許可された。この時、工業を願い出た者に、 初代の雷剣太夫がいて、それが年寄り名跡の初めともなった。最初の工業は前々年に消失し、復興を急いでいた江戸深川の富岡八幡宮境内で行われた。その後工業は江戸市中の神社で不定期に工業していたが、1744年から季節ごとに年4度行われるようになった。この頃には肝心の意味は、 薄れて相撲都勢が濃くなり、1733年から花火大会が催されるなど江戸の盛り場として賑わいを見せていた両国共左岸の本所江行院で1768年に最初の大規模な工業が行われた。ここでの開催が定着したのは1833年のことである。相撲伝書によると、この頃は土俵はなく、 人形屋という見物人が直径7から9メートルの人間の輪を作り、その中で取り組みが行われた。17世紀半ばには格闘技のリングのように柱の下絵紐などで囲った場所で行われた。それが後に田原で囲んだ四角い土俵になった。次に1670年頃に土俵の四隅に詩人を表す四色の布を巻いた柱を立て屋根を支えた。 片屋の下にごと病による3.94メートルの丸い土俵が設けられた。18世紀初めに田原を2分の1、日地中に半分に埋めた一重土俵ができた。これに外縁をつけて二重土俵となった。これは内縁に十六票、外縁に二十票を用いることから三十六票と呼ばれた。江戸の他にもこの時期には京都や大阪に相撲の集団ができた。 当初は、朝廷の権威、大商人の財力によって、看板力士を多く抱えた京都、大阪相撲が、江戸相撲をしのぐ繁栄を見せた。工業における力士の一覧と序列を定めた番付も、この頃から、相撲場への掲示用の板番付だけでなく、市中に広めるための木版釣りの形式が始まった。現存する最古の木版釣りの番付は、 江戸では1757年のものであるが、京都や大阪では、それよりも古いものが残されている。しかし江戸相撲は、1789年11月、塚坂の吉田大風から二代目、谷風梶之の小野川喜三郎への横綱免許を実現。さらに西衣大将軍徳川家成艦戦の1791年、上乱相撲を成功させる。 来電ため右衛門の登場もあって、この頃から江戸相撲が大いに盛り上がった。やがて、江戸で土俵を務めてこそ、本当の力士という風潮が生まれた。各団体間の往来は、比較的自由であり、江戸相撲が京都や大阪へ出向いての合併工業も、恒例として、ほぼ毎年開催された。力量も三者でそれほどの差はなく、この均衡が崩れ始めるのは、 幕末から明治にかけてのことである。1827年、江戸幕府が江戸相撲片取締りという役を江戸相撲の吉田、塚崎に認めた。幕末に相撲 VS レスリングや相撲 VS ボクシングの異種試合が行われたことがある。また、アメリカ合衆国海軍のマシューペリー提督が黒船で来航した1853年6月11日。 雷剣太夫や、玉垣学之助ら年寄総代は文書により、上位協力を番書に申し出している。一方、翌年ペリーが再来日して、条約を締結した際には、米国へ返礼として送られた、米200票を江戸相撲の力士たちが経験と運び、米軍人を強嘆させた。1863年6月3日、大阪北新地で、身風呂仕組みと死傷事件を起こした。 大阪相撲の力士で死亡したのは、中上の熊川熊次郎であった。この事件の手打ちとして、京都での興行では、京都、大阪の両相撲が協力した。力士の中には、後に、勤労の指士となった者もいた。明治中頃訪米中の日立山昭春維新と文明開化に伴い、1871年、東京府の、いわゆる、羅大金指令により、 東京相撲の力士は罰金、無知打ち刑に処された。また、相撲禁止論が浮上したこともある。このような事態に対し、自らも相撲を取ることの多かった、明治天皇及びその世を受けた伊藤博文らの尽力により、1884年に天乱相撲が実現され、大相撲が社会的に公認されることにより、危機を乗り越えることができた。 この天乱相撲の力士は58連勝を記録した15代横綱初代、梅方に藤太郎であった。東京大相撲協会と大阪相撲協会ができ、組織としての形態が確立した。1890年に入幕から39連勝で、大関に駆け上がった初代、小西八十吉と横綱免許を受けた大関初代、西の海か二郎のねじれ減少の解決のため、 番付に初めて横綱の表記が登場する。これは半ば偶然の産物ではあったが、これをきっかけに横綱、大関が実質的な地位として確立していくようになる。この頃から映像が映されだし、小錦や大砲が映された貴重な映像が現存している。20世紀の変わり目の頃には、横綱日立山谷上門と二代目、梅形に藤太郎の 梅日立時代による東京相撲の流星が生じ、東京が相撲の中心という意識が広がっていく。1907年、日立山が渡米した。この渡米は、日本国外に相撲を本格的に紹介する最初の出来事であった。1909年6月2日、初の常設相撲場となる両国国技館の落成。土俵入りは、東の横綱、日立山と西の横綱、 梅形ににより行われた。これに並行して、投げ衆議の禁止、力士の羽織若までの場所入り、行事の絵星ひたたれ着用、上り、積村の廃止、東西製の導入などにより相撲の近代スポーツ化が進められた。東西製は団体優勝制度であり、優勝期が授与された。時事新報社の優勝学贈定により、現在の優勝制度が始まる。 それまでは幕内力士の出場がなかった千秋楽にも幕内全力士が出場するようになり、明日ともに10日間工業の定裁が整った。工業日数は1923年5月から11日間に増加した。1910年5月の夏場所に行事の衣装がそれまでの神氏も袴からエボし、ひたたれとなった。 1917年11月29日に、両国国技館が火災で消失し、一時期靖国神社境内で本場所が行われたこともあった。工業としての相撲が定着することで、力士の大群の近代会の要求が現れ、いくつかの紛争事件が起きるようになった。東京相撲では、1923年に三河島事件と呼ばれる、 力士体具の改善を求めるストライキが発生し、その処理をめぐって、横綱大西九一郎が廃業する事件が起こる。大阪相撲においても、同年竜人事件と呼ばれる紛争が発生し、力士多くの関係者が廃業し、大阪相撲の実力が低下する。1923年9月1日の関東大震災により、両国国技館も屋根柱などを残して消失。 1924年1月春場所は、両国国技館再建中のために、名古屋で開催された。それを不満に思った一部の力士は、本場所に出場しなかった。1925年、皇太子の対乱相撲に際して、皇太子の貸金により、摂政宮支配、現在の天皇支配が作られる。これを契機に、東京、 大阪の両相撲協会の合同が計画され、技量審査のための合同相撲が開かれる。また、1926年1月場所から、今までは優勝計画のみであった、個人優勝者に支配が授与されることになり、個人優勝制度が確立する。1927年、東京相撲協会と大阪相撲協会が解散し、第二本相撲協会が発足した後、本場所は1月、 3月、5月、10月の計4回11日間で開催されるようになる。ただしこの時期には番付編成は若干の試行錯誤も伴いながらも1月と3月、5月と10月のそれぞれを合算して行われ、関西本場所では優勝額の授与も行われなかった。この時期、勝負に関する様々な改定が行われた。 1928年からラジオ中継が始まったために仕切り線と仕切りの制限時間が設けられた。個人優勝制度確立の中で不戦勝、不戦敗制度の全面施行、物言いのついた相撲での預かりの発しと取り直し制度の導入、二番語取り直しによる引き分けの縮小化がこの時期に実施され、勝負を争うスポーツとしての要素が強くなった。 1931年4月の天覧相撲の際、二0度表の内縁をなくし計4.55メートルの一1 0度表にした。またこの際に、それまで四本柱の下に座布団を敷いて、土俵上に座っていた勝負検査役を土俵下に下ろし現在と同じ配置の五人とした。1932年に1月に起こった春十円事件で大規模な待遇改善要求を、 掲げて多くの力士が脱退したため、2月、3月は各8日間の変則工業となり、脱退組が関西相撲協会を翌年作ったことで1933年から関西場所は廃止され、年2回の開催となった。69連勝を記録した双葉山の影響で、工業日数は1937年5月場所より13日間と、 なり、1939年5月場所より15日間と移り変わる。第二次世界大戦の影響が次第に相撲会にも及び、1944年に両国国技館が第二本帝国陸軍に接収され、5月場所から本場所開催地を小石川高楽園球場に移した。そのために、1月場所開催は困難になり、1944年には10月に、 本場所を繰り上げて開催した。1945年5月場所は、晴天7日間、神宮外延諏場で開催予定だったが、空襲などのために6月に延期、両国国技館で、小位将兵のみ招待しての晴天7日間、非公開で開催された。今日まで唯一の本場所非公開開催である。これが戦争中最後の本場所となった。ちなみに、 これらの場所の幕下以下の取り組みは事前に1944年の10月は神宮外苑、1945年の6月は春日の部屋で非公開で行われ、このことを記念して春日の部屋では後々まで稽古場に当時の土を保存していた。また、兵役についた力士や戦士、戦災士、捕虜として抑留された力士もいた。東京大空襲で、 両国国技館や相撲部屋を消失。戦後には、各部屋の離散状態、または本場所開催などに対して連合国軍、最高司令官総司令部に許可を仰がなければ、ならないなど様々な問題を抱えながらも、大相撲の復興は始まる。1945年9月に土俵を16尺と大きくし、消失した両国国技館を若干修復し、 本場所の秋場所が開催された。土俵については、力士会の反対で、元の大きさ4.55メートルに戻された。1946年に、両国国技館が、連合国軍最高司令官総司令部によって、接種されメモリアルホールとして改装された。そのコケラ落としとして、同年の11場所が行われた。連合国軍最高司令官僧司令部によって、 本場所開催を年3回認められたが、メモリアルホールを使用することは許可されず、1947年には、明治神宮外苑相撲場にて行うこととなる。青天井のこの相撲場では、正月場所は行われず、6月、11月、または1948年の5月をそれぞれ取り行うに止まった。同じ年の1948年の秋場所には、 戦後初の大阪場所が大阪市福島公園内に建築された仮設国技館で開催された。この時期に優勝決定戦や参照制度の制定、東西制から系統別層あたり制への変更が行われた。1949年になり日本橋の浜町公園内に仮設国技館を建設し、ようやく1月場所を開催する。5月場所では、 戦後初めて15日間行われ、以後工業期間は15日間となる。この浜町公園の仮設国技館は公園内に設置されていたことが問題となり、この2場所しか使用されず取り壊しとなった。そのため戦前に次期国技館建設用に用意していた蔵前の土地に仮設国技館を建設することとなる。ところが、この浅草蔵前仮設国技館も消防署からの 命令によって仮設であっても、鉄筋作りの国技館が必要となり、倉前仮設国技館の鉄筋化を図り、その後も可燃計画として年々充実されていった。1950年から1952年は本場所が各15日間実施。このうち大阪は、1950年9月場所は安倍の共犯に、1951年9月場所は、 南場にそれぞれ仮設国技館を建て工業を行った。1952年に南場の仮設国技館を建て替え、鉄骨製の大阪府立体育館が竣工翌1953年3月場所の会場となった。以後、3月場所は大阪開催となり、現在に至る。横綱の相次ぐ不成績が問題となり、1950年4月に、 有識者からなる横綱審議委員会が発足した。1957年には理事長に重要事項の権議を行える運営審議会も発足し、財界トップや政治家が名を連ねた。全国的にテレビが普及するに従い、NHK の相撲のテレビ中継が始まる。一時は民放各社も中継していたが、間もなく撤退した。土地式と初代、 若の花の土地の若時代が到来し、年間の場所数が増えていく。1957年には11月場所、1958年には7月場所を行うようになり、現在のような6場所、15日間という体系になった。また、1965年1月場所から完全ベア別層当たり制が実施され、それぞれ現在に至っている。国会で、 公益法人としての相撲協会のあり方について、質疑が行われたことを受けて、相撲茶屋制度の改革、月給制の導入、相撲教習所の設立などの改革が行われた。横綱審議委員会の内規も、この時期に充実した。また、1961年には、年寄りの定年制が実施された。1966年には、 法人名を日本相撲協会に解消。1967年には、全党、重量の枚数削減も実施した。1968年には、役員選挙の制度を改定。1969年には、勝負判定に、ビデオ映像の使用を開始した。1971年に、中学在学中の入門が禁止され、当時在籍していた、中学生力士は、 卒業まで東京場所の日曜日のみの出場となった。1972年1月場所からは交渉制度が導入された。1965年にはソ連、1973年には中国、1981年にはメキシコと海外公演が行われ国際的な認知が始まる。1985年1月、現在の国技館が完成し、 再び両国に相撲が戻った。倉前国技館は、旧軍放出資材を用いて建てられたため、新しい国技館の建築が検討されていた。相撲協会など関係者は、相撲と縁の深いエ行為のある、両国界隈に建設地を定めた。そして約3年、総工費およそ150億円をかけ、両国国技館が落成となった。相撲、立合土俵と、 各配置平成初期日夜の藤光議会横綱が相次いで引退し一時的に横綱が不在になる。この時期は大型のハワイ出身力士が台頭し、六代子二式、八重基地が横綱昇進目前まで行く。その後、明保の太郎、武蔵丸光弘がそれぞれ横綱昇進、優勝回数を2桁に乗せる。また、双子山部屋が 師匠、高野花剣士の息子である、若野花勝、高野花孝二を中心に、多くの石取りを輩出した。若野花、高野花は特に女性ファンの獲得に成功し、若高ブームと呼ばれた。1993年頃から2000年頃にかけては、この4、横綱がしのぎを削った。高野花は、優勝22回に達し、一大年寄りの資格を得た。 2000年代半ばになると双子山部屋の勢いは衰え、ハワイ出身力士は姿を消す。入れ替わって、朝昇竜名特異化、スピード重視のモンゴル出身力士が登場する。朝昇竜は2005年に史上初の年間全和所制覇を達成、ついで横綱になった白宝章は2010年に63連勝、2015年に優勝回数記録を更新するなど、 共に一時代を築いた。ついで、春馬富士公平、鶴流緑三郎が横綱に昇進するなど、モンゴル出身力士が圧倒的に優位な時代が続いている。同時期に、ヨーロッパ出身力士も登場し、ブルガリア出身のこと、欧州勝則と、エストニア出身のバルトカイトが大関にまで上った。日本人力士の中では、稀勢の里氏が横綱に昇進している。 2000年後半から不祥事が相次ぎ、2008年には力士による大麻取締法違反事件の責任を取る形で、理事長が辞任、2010年には野球賭博問題、2011年には八百町問題が発覚して、それぞれ本場所に影響を及ぼした。その後も力士官での暴力事件、立行時によるセクシャルハラスメント行為の発覚、 道路交通法違反行為、女人禁制の問題などが存在する。2014年1月30日、公益財団法人の登記を行い、新法人としてスタートした。財団法人となった1925年以来89年ぶりの改祖で、引き続き生成の優遇を受ける。2019年5月場所より、アメリカ大統領杯の授与が始まる。2020年、 新型コロナウイルスの感染拡大に際しては、3月場所を無観客開催、5月場所を中止、7月場所は会場を名古屋から東京へ移し、観客数を制限した上で開催した。9月場所も観客数を制限して開催し、11月場所も福岡から東京に移して開催された。また、協会員から罹患者が発生し、死者も出た。 2021年3月場所13日目、3段目、取り組みにおいて、救い投げを食らった力士が、頭から土俵上に転落、病院に搬送されて、治療を受けていたが、同年4月に、敗血栓による、急性呼吸不全のため死亡した。土俵上での取り組みによる事故で死亡した初の事例となった。大相撲の興行としては、本場所と巡業が特に大きなウェイトを占める。 本場所は、協会主催で、定期的かつ公式な工業で、技量を査定し、待遇を決める性質がある。1958年以降は、各月で年間6場所行われている。開催場所は2019年現在のもので、故障は、日本相撲協会の表記に準ずる。本場所のない時期には、力士一行が本場所が行われていない地方へ出向き、 1>, 1日限りの相撲披露を行う。これを巡業という。かつては各部屋や一門別に巡業を行っていたが、年間6場所制が確立した以後は、教会が管理して行われるようになった。関取が所属していない部屋の取り敵は、巡業に参加することができず、部屋によっては合宿を行う部屋もある。教会では、巡業を本場所と並ぶ。 重要事業として位置づけていて、協会内には、巡業部が設けられ、理事の一人が、巡業部長として任務にあたり、巡業部所属の年よりは、肝心元との接衝や会場、宿舎、交通手段の手配、現地に先乗りしての準備等を様々な職務をこなす。この巡業での収入が、教会や各部屋にとっても、大きな位置を占めていたので、明治から大正。 昭和初期にかけての力士の待遇改善の要求には、巡業収入の配分の明瞭化がスローガンとして掲げられることが多かった。昭和30年代までは一問別の巡業番付が作成されることが多かった。地方巡業は各地の工業の希望者が、協会に巡業開催の契約金を支払い、工業権を譲り受ける形で長年行われてきた。 しかし1995年の従業改革により、当時の境代理事長の下で肝心元主催から、協会の自主工業に変更された。ところが、地方巡業は1992年の年間94日間を、ピークに減少を続け、ついに2005年には1958年以降、最小の15日間までに落ち込んだ。そのため、北の海理事長の下で、 再び肝心元形態に戻すことになった。2006年に再開された海外巡業についても地方巡業の増加対策と並ぶ巡業改革の一環となっている。地方巡業における各地の相撲ファンとの接触は相撲の全国の普及に力を発揮している。かつては巡業で現地の有望な青年を入門させ、そのまま巡業に帯同させて、帰郷して、 初土俵を踏ませたケースも多くあり、夏休み終了後の9月場所の初土俵力士には、そういうケースが目立っていた。勝敗が番付や給金に反映されない興行を総称して、花相撲と呼ぶ。トーナメント相撲、親善相撲、放納相撲、引退相撲などがある。巡業も広く捉えれば、花相撲の一つである。海外公演とは、日本国外から招待を受けて、 日本相撲協会主催で日本国外にて取り組みを行うことである。日本の伝統国技を日本国外で披露すると同時に相手国との友好親善、国際文化交流に寄与することを目的にしている。力士は裸の親善大使などと呼ばれ、これまでに13回開催している。協会とは別に主催者となる地元の工業主がいて、 日本国外の大相撲ファン拡大と収益を目的にしている。ただし、力士が土俵で取り組みを披露したり、国際文化交流を図ったりするなどの形態は海外公演と変わらない。海外公演より歴史は古く、これまでに11回開催している。国威発揚のために大相撲が利用された昭和戦前期には満州をはじめとする大陸巡業が恒例となっており、 国際連盟の委任等治療であった南洋軍島に巡業したこともある。しかし、これらの巡業は各部屋、一門による海外巡業であり、教会全体での巡業ではなかった。戦後はハワイ巡業がしばしば行われ、高宮山大五郎もここでスカウトされた。飛行機での移動の際は万が一のことを考えて、重量配分のために力士がいくつかの瓶に分譲する。 横綱は大相撲の力士における最高の称号であり、現行の番付制度においては力士の最高位でもある。語源的には横綱だけが腰に締めることを許されている白朝製の,の綱の名称に由来する。現在の大相撲においては横綱はすべての力士を代表する存在であると同時に神の寄り台であることの証とされている。それゆえ横綱土俵入りは 病気、故障等の場合を除き、現役横綱の義務である。横綱は、天下無双であるという意味を込めて、草加解散と呼ばれることもある。大相撲内での力士の地位は、番付と呼ばれる順位表で示される。大相撲は幕内を最上位に、以下十両、幕下、三段目、序二段、序の口と続く六つの階層から成り立つ。その中で最上位の幕内も、 上位から横綱、大関、関分け、小結び、前頭の5つに分けられている。各力士は1場所ごとに自分が所属する、階層内で決められた数の取り組みを行い、その成績によって、各階層内での順位付けや、各階層間の昇進や降格が行われる。番付けは基本的に勝ち越せば上がり、負け越せば下がる。ただし、同じ地位で同じ成績を上げても、 場所によって昇進、広角幅が大きく異なる事例が、これまで数多く発生している。これは、番付は生き物と称され、他の力士の成績との兼ね合いや、各階層の定員が決められていることから来るものである。それとは別に三役や横綱への昇進のかかるケースで、不公平感が問題視されることがある。 横綱や大関への昇進には特に優秀な成績が求められるが、その基準が定常的な基準となっていないため、昇進にあたりその都度昇進の可否を検討することとなっている。その昇進の基準や条件が客観性の明らかな数値基準ではないため、物議をかもし問題となる場合が多い。背景には出身地や人種による人気の格差や看板である横綱、 大関の人数を確保したい、工業上の理由があると考えられる。本場所の取り組みは、日曜日から翌々週の日曜日までの1場所15日間で行われる。最初の日を、初日、8日目を、中日、最終日を、千秋楽と呼ぶ。関取は15日間すべて、取り敵は2日に1番の割合で7番取る。取り組みの進行は9時頃から前相撲を開始。 大相撲を中継に合わせて、結びの一番と弓取式が18時直前に終了するように、時間調整が行われている。本、割では、道部屋の力士及び四神党以内の親族同士の取り組みは組まれない。幕内最高優勝は1909年6月場所、新聞社による最高成績者への優勝額贈呈によって事実上、始まった。当初は、 物言いがついた相撲で、あえて決着をつけない預かりや、取り組み編成後に、一方の力士が休場した場合、相手力士も休場扱いとなる制度などあって、これらが優勝争いを左右することも少なくなかった。その後、預かりの廃止や不戦勝制度、同点の場合の優勝決定戦の導入などがありつつ、白星数の優劣で優勝を争う大筋は変わらぬ。 まま現在に至っている。同じ幕内に属して、幕内最高優勝を争う立場であっても、上位と下位で15日間の対戦相手が、全く違うことなどへの批判もあり、過去に横綱、大関と全く対戦せずに全勝した時津山陣一や、重量力士への敗戦があった、佐田の山新松の優勝が物議を醸した例がある。そのため、現在では、 幕内会で優勝争いの戦闘または2番手につけている力士を終盤に横綱、大関と対戦させることで優勝の価値の公平化を図っている。所属部屋ごとの対戦相手の不公平もしばしば問題視される。近年の例では、双子山部屋や武蔵川部屋の幕内力士が上位に集中していた1990年代後半から2000年代初頭に 個人物相当たり性の導入が話題になったことがあった。養成員時代は大部屋で共同生活を送るという相撲部屋のしきたりが個人物相当たり性の実現を妨げる要因となっている。現行制度では大相撲の力士を志望する者は新弟子検査を受験し体格検査及び内臓検査に合格しなければならない。国籍は不問だが 外国出身力士は各部屋一人ずつという規定が存在する。2019年2月に力士規定の一部が改正となり、入れ墨の禁止も明文化された。大相撲力士の報酬制度は地位によって与えられる給与、手当と成績給に相当する力士報酬金と、いわゆる2階建てになっている。給与10両以上の力士には、次の通りの金額が、 月額給与として支給される。そのため、11月場所において10両で負け越し、1月場所で幕下に陥落した場合でも12月分の給与は支給される。幕下陥落が確実になり、引退の意思を固めた力士が、翌月分の給与確保のため引退届提出を番付編成会議後まで遅らせ、翌場所の番付に名を残すケースも多い。給与額は原則として、 1> 年1回、理事会において見直すこととなっている。給与額は2001年に現行の金額となって、以降2018年まで末置きだったが、2018年11月の理事会の決定により、2019年1月場所から10両以上の力士の給料が増額されている。賞与賞与は9月と12月にそれぞれ月額給与の1ヶ月分が支給される。したがって、 年額賞与は月額給与の2ヶ月分である。賞与の支給月が世間一般の6月と12月と違っているのは以前に支給されていた巡業手当が賞与に変わったためである。本場所特別手当、本場所特別手当は小結び以上の力士に対して本場所ごとに年6回支給される。11日間以上出場した場合は全額 6日から10日間出場した場合は3分の2、5日間以下の出場の場合は3分の1が支給され、全休の場合は支給されない。出張手当出張手当は3月場所、7月場所、11月場所の年3回、各場所ごとに次の通りの1日分支給金額を35日分支給される。力士補助金力士補助金は1月場所、5月場所、 9月場所の年3回、神裕の補助金として支給される。力士報奨金場所ごとに過去に残した成績に応じて支給される。計算の基礎となる持ち給金の累積は序の口から始まり、持ち給金を4000倍した金額が10両以上の力士に支給される。持ち給金は勝ち越し1点につき50銭ずつ累積され、負け越しや休場などでの減額はない。 金星や幕内最高優勝では大きな加算があるほか、重量、幕内、大関、横綱とも地球金の最低額が決まっており、昇進時に累積額がその金額に満たなければ、番付に応じた最低額まで引き上げられる。幕下以下は、力士養成員と呼ばれ、給与と力士報奨金は支給されないが、場所手当と本場所の成績による、幕下以下奨励金が、本。 場所ごとに年6回支給される。このほか、本場所における、電車賃が、乗車券で支給される。力士養成員でも、新食はおのおの相撲部屋でできる上に、共同の食事、ちゃんこもあるので、幕下以下の生活が続いても食いはぐれることはない。ただし、監修としての部屋への上おつまり、持ち出しもあるので必ずしも全額が可処分所得になるわけではない。特に、 親方、部屋の看板である重量以上の力士は、かなりの額を持ち出せねばならないが、逆に部屋に重量以上力士がいるかいないかで部屋の生活水準、引いては本場所成績が大きく異なってくる。大相撲の力士がテレビの CM に出演することを全面禁止していた時代があった。これは1985年からで、大相撲の力士は、 本業の相撲で PR することに専念するようにして欲しいという春日野理事長の方針に沿ったものであった。ただし CM 禁止中の時代でも本場所の協会指定検証企業及び巡業を支援するスポンサーと公共の広告に限って出演することはあった。ナショナル艦電池の小西木、日本航空の大相撲ブラジル公演 PR、国民年金の高野花、若野花などがある。 2002年2月に一般企業の CM 出演は解禁されており、その第1号は日立マクセル DVD メディアの土地集まである。幕内での取り組みによっては企業が検証金を提供するケースがあり、勝利した力士に授与される。企業から提供される検証金は2019年9月以降は1本に月7万円となっているが、納税重当金として3万円。 協会の事務経費として1万円が転引きされ、力士の手取りは、検証金1本あたり3万円となる。重量以上の力士には、現役引退時に退職金に相当する、養老金及び金属加算金が支給される。資格者は、幕内連続20場所以上、または幕内通算25場所以上のもので、それに満たないものは非資格者となる。ただし、現役中に、 協会から除名処分を受けた者には支給されない。解雇処分された者については、理事会の付帯決議で一部、または全部の支給が見送られることがある。番付の各地位における金属場所数を乗じて、それぞれを加算した金額が、金属加算金の合計となる。可表のうちの数字は、非資格者。 横綱、大関には、現役引退時に、理事会の決議により、養老金及び、金属加算金とは別に、特別功労金が支給される。かつては、支給額は公表されていたが、2005年4月1日から、個人情報保護法が施行されたことにより、同年5月場所から、支給額は、非公表となった。この措置に対しては、公益法人たる、 財団法人日本相撲協会の方針として不適切であるとの意見もある。力士には地位によって以下の待遇の違いがある。この他にも以下のような違いがある。歴史的に見て力士は長く発給で国使されてきた。江戸時代には本場所の工業収入は一部の年寄りたちによって山分けされ看板となるような人気力士、花形力士は別として、 大半の力士への給与は、なけなしのものだった。三役力士ともなれば、大名家からお抱えとされ、藩士としての報奨を受け取り、また、非規客からの衆議もあった。こうした力士は、地方巡業へ出かければ、各地の工業主から、引く手あまたであって、むしろ懐は、他の武士階級より潤っていた。一方、そうでない大半の力士は、 細々と自主工業による手相撲で地方巡業を行い食い繋いでいた。ただし、いわゆる力人信仰から来る善意の記者も多く、本当に空に困るまで困窮する力士は少なかった。本場所で星を売る、いわゆる八百長行為も横行していたと見られており、現在でもたびたび八百長行為の存在が指摘されている。ただし、その真相解明は、 八王ち行為を名指しされた者が、八王ち行為を認めることはないため事情聴取も内輪の、慣れ合いで済まされ、尻すぼみに終わる。明治に入って、以降も、大名家が、反発政治の有力者となった以外、こうした状況は変わらなかった。そのため力士による、待遇改善要求はたびたび起こり、昭和における、春十円事件はその最後にして、最大のものだった。 相撲取りが相撲を取ることによって生形が立つようになったのは昭和に入ってからといって良い。1958年、こうした相撲界の体質は国会で問題視され、それ以降は月給政党による力士の待遇改善の試みが進んだ。それでも年6場所及び地方巡業により1年間のほとんどを拘束される力士たちに対しては、時給で見れば、 世界で最もかわいそうなプロスポーツ選手という声がある。個人事業主として活動する多くの他のプロスポーツ選手と給与所得者として活動する力士との間では労働条件をことにする部分があるため一律には比較できないものの横綱でも他のプロスポーツ選手のトップクラスと比べると相当に安い。実際に子日式は自身の大関在位時代の月給について 100万円くらい。僕たちは着物を着るけど、安くても一つ30万円と証言しており、地位に見合った着物など必需品を自費で購入することを考えれば安いとする主張をしたことがある。同時に、僕の時代は、どんな幕内力士でも必ずあったとも話しており、さらに僕も200万近くもらっていた。一番いい時にと自身の前世紀には、 場所の検証金が1ヶ月分の給料を上回っていた事実も明かした。この時代に及んでも、なお、教会から支給される月給だけでは、関取個人の生活にも不足が生じる前提が生じていたのである。2001年に力士、年寄りの給料増額が記録されてから2019年1月に力士の給料増額まで据え置きとなっていた時期があった。2008年には、 当時の力士会会長の朝青龍が、せめて場所入り用の交通費ぐらい、何とかしてくれと相撲協会に賃上げを要求したが、首脳陣に相手にされなかったという報告もあり、この間の教会は、財政状況が潤沢でなかったとされる。ただし2015年の登記ボーナスは、もし俺に何かあったら、頼むぞ、と北の海が、教会関係者に伝えていたことなどが影響し、2014年と、 比べて3割ほどアップしたというとはいえ、力士が労働者として相撲協会に雇用されているのか、その特別な能力をプロとして提供することを委任しているのか、実は契約上曖昧である。例えば、春馬富士の高野岩への障害事件の際に、白鵬や各留まで減給処分になったのは、弁護士の山口源一によると、労働基準法91条が定める。 制裁制限の幅を超えていました。これは、日本相撲協会が、力士所属契約について、雇用契約たる性質を否定していることを示していますとのこと。なお、2011年の大相撲やお蝶問題で、解雇された総国来が起こした訴訟における、東京地裁の判決は、相撲協会と力士との間で結ばれている契約は、準委任契約としている一方で、福利厚生や、 引退時の退職金制度、全方上の取り扱い等では他のプロスポーツより充実していて、見方によってはむしろ一般企業に勤める労働者に近い。例えば、国技館内には歴史のみならず一般の診療も受け付ける診療所があること、健康保険組合を独自に運営していること、厚生年金制度を導入していること、また税金面においては給与所得や 退職所得が適用されることにより、自身の報酬を事業所得として申告する他の、プロスポーツ選手にはない、手厚い控除が受けられること等である。九百六十九年三月十一日には、国税庁が、力士等に対する課税について、個別通達を行っていて、これにより、講演会から受け取る収益などを含めて力士が得る、有形無形の収入について、適切な形で、 租税計算を行うことが可能となっている。収入のない幕子大化の力士であっても社会保険に加入することが可能であり、この場合は保険料は全額協会負担となる。金銭面に関しては講演者からの襲議が大きな収入源の一つになっている。各力士によって谷町の代償はあるが、横綱、大関などへ有力な人物が谷町になった場合、 優勝時には1000万円以上の衆議が集められるという。特に、千代の富士の前世時は一晩で5000万円集まったという。これは、各界では講演者からの衆議は、給与より大きな比重を占めているという現実がある。年寄り株の取得資金、部屋経営の資金、有力学生相撲選手の獲得資金等も含めて、各界は、谷町なしでは成り立たない構造となっている。 一般の個人事業主の場合のように相撲部屋が銀行の融資を受けるケースもあるが、進行の部屋の場合は12大中立の中立部屋の例のように難航する場合もある。この例の場合、多くの銀行の担当者から断られた末に、最後のつもりで訪ねた銀行の担当者が相撲に理解を持っていたことから、ようやく融資を受けられるようになった。 力士が引退後協会に残らない時や年寄りが定年を待たずに退職する万合などには廃業という言葉を用いてきたが現役幕内力士であった朝日道産和康氏が衆議院議員選挙に出馬し当選したことがきっかけとなり五感もあまり良くないことから1996年11月17日から次のように表現を改めた万65歳をもって 年寄りは定年退職となるが、日本相撲協会では定年の表現を用いる。年を取ることをやめ、余生を楽しんでもらいたいという意を込めてのことである。なお、2014年11月16日からは、定年になった年寄りの再雇用制度が発足しており、この制度の適用を受けた年寄りは、給与が定年前より低くなり、部屋を持つことができないなどの制約はあるものの70歳。 までは、日本相撲協会に残ることができる。横綱審議委員会という諮問機関や、一部の事務職を外部から採用している以外、すべて元力士によって運営され、その閉鎖性は繰り返し指摘される。かつては、おおむね年寄りは短命であり、年寄り株もむしろあまり気味なことが通例だったが、近年では秋株がほとんどない状況が続いている。 結果として年寄り株の高騰を招き、1998年5月には、純年寄り制度の導入などで対応したが、それでも数々のトラブルが発生している。小西木若の花、明けぼのといった、大関、横綱を務め人気もあった力士たちが次々教会を退職している理由としては、芸能界や格闘技、プロレスなど多分野に新天地を求めたい気持ちがあるが、 親方になっても将来が保障されていない現状であり、そうした先行きの不透明感も一因としてあると言われている。また、その閉鎖性のため旧体以前の封建的体質が色濃く残り、一部の部屋では俗に可愛がりと言われる死刑が横行していた。2007年には、時津風部屋力死亡行使事件が発覚。愛知県警が二つ竜純一らを立件する事態にまで至り、 日本相撲協会、北の海貧万理事長が文部科学省より呼び出され、事情を説明する騒ぎとなっている。また、時津ゼベアでは、日本相撲協会による事情聴取について、マスメディアが駆けつけた際に時津ゼベア所属力士が憤慨し、カメラマンに暴行する事件も発生している。2010年9月にも元、元十両、 大遊武流船が柴田山親方から暴行を受けたとして被害届を警視庁に提出。親方は書類送検されたが2011年1月起訴猶予となり2012年12月に両者の間で和解が成立した。また、力士養成員への手当金の親方による着服疑惑とそれによるトラブルも繰り返し指摘され続けているが、 石取りになった時に力士として認められるという監修ゆえに対応が取られた様子は当然ない。理事会の申し合わせにより各部屋の外国出身者の採用は一人までとされており個人の出身地により参加機会が不均等になっている。年寄りの国籍要件年寄りになるためには日本国籍が必要である。運営上の閉鎖性問題もあるがこれは日本相撲協会が 文部科学省諸葛の公益財団法人であることが大きい。外国出身で役力士を務める者もおり、元高健さんの十二大東館や、元武蔵丸の東大武蔵川など、日本国籍を取得して相撲協会に残る者もいる。その一方、横綱、大関を務めた力士が引退後に各界を離れる場合もあるが、その事情は様々である。明けぼのは、 日本国籍を取得済みで引退時に明けぼの親方として当館部屋の部屋付きとなっている。年寄り名席の取得を希望していたが、12大当館が金銭関連の甘さを見て経営者の側面もある部屋、継承者として的確と判断しなかったという。朝昇龍は2010年1月16日未明に一般人に対する暴行事件を起こしたため、 同年2月4日に相撲協会の引退勧告に従って隕石引退をしている。またバルトは、各界のしきたりや監修に馴染めず、引退後も各界に残る意向はなかったという。日本相撲協会主催の大相撲は、土俵上への女性の立ち入りを認めていない。この女人近世の復習は、明治期の意識条例発令と、神道の汚れ感を利用し、 巨構の伝統が作られたとされる。日本の相撲の歴史においては、室町時代から女相撲も存在しているが、団体も違い、同一工業も行われていない。1957年に大相撲の四国巡業において、女相撲の大関若緑が肝心元挨拶をしたのは、前田山と第二次世界大戦で相撲をやめてしまった若緑が、懇意であったことからの計らいであった。 古事する若緑に対し、前田さんは、責任は取るからと頼み込み、若緑は土俵上に立ったという。近年の日本では力士を志す人数は減少しており、二千七年の名古屋場所にて行われた新弟子検査の受験者数は初めてゼロであった。それと合わせて、大学相撲出身者及び外国人による力士数の増加により、宗教職を帯びた伝統的な儀式よりも、 一般スポーツ競技の一種と捉えている力士数が増えている。本場所の観戦チケットの販売は、相撲茶屋を前身とする国技館サービス株式会社が行っているが、一部の常連客への優遇が根強く、一般の観客の末席券入手は困難な状況が続いている。大相撲の公演中、末席では、喫煙が認められていたが、健康増進法の施行に伴い、 2005年1月場所から全館禁煙となった。そのため、マス席で使用していた灰皿が相撲博物館に寄贈された。灰皿は陶製のものであるが、木枠に入っているなど特殊な形状をしている。金星などの番狂わせがあった時、観客が座布団を投げる光景が見られることがある。2008年11月の大相撲九州場所からは、 座布団投げ自体を危険行為とみなして、厳しく取り締まることになり、末席の座布団は、これまでの一人用の正方形4枚から二人用の座布団2枚に変更し、さらに2枚を紐で結んでつなげた形に変わった。これにより、一人でも座布団に座っていれば座布団を投げられない仕組みになった。しかし、重さが2枚、計4 8キロとなって投げられた場合の危険性が、 真下ということで、同場所以降は、ザ・布団投げが確認された場合は警察に通報するという厳罰化がなされた。1961年から1991年まで、パンアメリカン航空賞が優勝力士に送られていた。この贈呈には、パンアメリカン航空局等支配人のデビッド・ジョーンズが、表、正、上という独特の言い回しで始まる方言なども取り入れた。 ウィットに富んだ表彰状の読み上げを行い、好評を博していた。ジョーンズの注目度が非常に高かったため、多くの国々から友好杯などの賞が増えるきっかけともなった。しかし、1991年5月場所を最後に、同賞は敗され、ジョーンズも2005年2月2日に成居している。フランス共和国大統領杯は、地日派で大の大相撲ファンを、 自他共に認めていた第五共和国、第五代大統領、ジャック・シラクが設けた優勝力士に対する大統領検証だったが、2007年5月にニコラ・サルコジが第六代大統領に就任すると、これをあっさりと廃止してしまった。シラクとの対比を自己の選挙戦の推進力としていたサルコジは、坊主にくけりゃけ様での方便をあらゆる分野で繰り広げた。その結果、 シラクが幕内力士の名をそらんじるほどの相撲通だったものとは、正反対に、サルコジは、あんなのは長い髪を言った、太った男たちがやる、決して美しいとは言えないスポーツに過ぎませんと、大相撲を一方的にこき下ろすこととなり、これが事実上の選挙公約の一つにまでなってしまったためである。2011年の名古屋場所から、日普通後輩として復活。 副賞として、ピエール・エルメ監修の黄金マカロンが贈呈されるが、生菓子という性質上、後日の受注製造となっているため、本場所での表彰式では、巨大マカロンのオブジェが土俵に登場している。アメリカ合衆国大統領杯は、前々から相撲に興味を持っていた、アメリカ合衆国第45代大統領、ドナルド・トランプが、 令和元年5月場所観戦時に設けた優勝力士に対する大統領憲章のこと、浅野山が受賞した。なお、翌年以降も5月場所の優勝力士に贈呈する予定となっている。現在観光中かつて観光していた雑誌。ありがとうございます。